ロックフェラーセンターの展望台から見た、アッパーウエストサイドとセントラルパーク及びハドソン側。さらに奥には、ジョージ・ワシントンブリッジが見える。アッパーウエストサイドは、ニューヨーク・シマンハッタン区の地区である。英語の頭文字をとって、ワスと呼ばれることもある。アッパーウエストサイドの東端は、セントラルパーク。西端は、ハドソン側。南端は西59丁目。 そして北端は西116丁目である。メディアや不動産業者によっては、モーニングサイドハイツもアッパーウエストサイドに含めると、することもある。アッパーイーストサイドと同様に、アッパーウエストサイドは、主に高所得者向けの住宅街である。その住人の多くは、ミッドタウンやダウンタウンなどの商業エリアに通勤している。このエリアは、ニューヨーク市の文化的、知的活動や、 芸術活動の拠点として知られている。対するアッパーイーストサイドは商業やビジネス活動の拠点としての側面が強い。ジョン・レノンなどが住んでいたことで有名なダコタハウスやアメリカ自然史博物館、ジュリアード音楽院、フォーダム大学などが所在する。301フリーダムプレイスサウス地区には2018年1月12日に開校したアッパーイースト、 サイド時代から変わらぬ名門の私立男子校であるカレッジエート校が所在する。ブロードウェイ及びアムステルダムアベニューの交差点にあるベルディスクエア。このスクエアの真ん中には72丁目駅がある。アッパーイーストサイドの南端は59丁目、東端はセントラルパーク、西端はハドソン川。北端は定義により異なる。歴史的には セントラルパークの北端と同じ110丁目とされていたが、現在ではモーニングサイドハイツを包含する125丁目までとされることもある。西96丁目から西110丁目の間のブロードウェイよりも東のエリアはマンハッタンバレーと呼ばれる独立した地区とみなされることもある。西96丁目から西110丁目及びアムステルダムアベニューから リバーサイドパークに囲まれるエリアは、かつて、ブルーミングディストリクトと呼ばれていた。アッパーウエストサイドを走る通りは、西から東へ、順に、リバーサイドドライブ、ウエストエンドアベニュー、ブロードウェイ、アムステルダムアベニュー、コロンバスアベニュー、セントラルパークウエストがある。このエリアの中心を走るブロードウェイは、他のアベニューと斜めに交差しながら、南北に66ブロックを貫いている。 72丁目から103丁目の間では他のアベニューと並行して走っている。ブロードウェイはこの地区の南端ではコロンバスサークルの地点でコロンバスアベニューとリンカーンスクエアの地点でコロンバスアベニューとベルディスクエアの地点でアムステルダムアベニューと交差しストラウスパークの地点でウエストエンドアベニューと合流する。伝統的にこの地区は かつてのハーソンビル村と65丁目が中心から110丁目まで渡るエリアであった。1900年代、67丁目以南のエリアにはアフリカ系アメリカ人が多く住み着いており、米西戦争のキューバのサン・フアンヒルの戦闘を戦ったアフリカ系アメリカ人兵士たちの名誉を称えさん、フアンヒルと呼ばれていた。この地区にはタイムワーナーセンター、リンカーンセンター、 アメリカ自然史博物館、アメリカ民芸博物館ニューヨーク歴史協会、ビリコンシアター、そしてダコタハウスなどが位置しており、モーニングサイドハイツにはセント・ジョン・ザ・ディバイン大聖堂、リバーサイド協会やコロンビア大学が位置している。また、ハドソン川沿いにはリバーサイド・パークがこの地区の全長にわたっている。アッパーウエスト・サイドが舞台となる小説、映画、ドラマ及び楽曲など、 ありがとうございます。